息を満たし気を抜くでない、先を見抜くのじゃ。その喪失を嘆くなかれ、己の行いを悔やまずともよい。武士道というは死ぬことと見つけたり。守るべし。己の命が尽き果てたその先まで。恐れの主とは我のことよ、ジジイ。しかし技を見せてみよう、ヒロキ。真の調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない、一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております、先生。何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ邪念を鎮めよ。息を満たし止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度始めからだ。はい先生。手ほどきするは学ぶこと、故に今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。しかと見よ。
斧が身につけし技を見せてみよう、ヒロキ。目を離すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。防げ、ヒロキ。相手の気力がそがれるのを待つは愚か者のすることぞ。風のように動け。さすれば刀に囚われることはあるまい。今日はここまでだ。三十郎様、明日は三十郎様、三十郎様、一大事でございまする。ヒロキ、ここにおれ。されど。修行を忘れるでないぞ。己が死に従うのだ、常にな。ヒロキ、無事でおれ。愛子殿、我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは、気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。信様が言うには、京の都ではよく知られた料理だそうだ。それじゃあ、天使様も召し上がっておられるってことかい。ああ、そうさ。あんなバカ野郎の言うことは聞かねえこったね。天使さんはあしらと同じものを召し上がるわけねえだろ。向かったのでは。こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。何か気を悪くされたのでしょうか。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。あなた様は父の自慢の弟子でございます。今のは三十郎様かい。ああ、そうだな。こんなに急いで。
ビス様も後を追ってあんなに急いで。オレ様、ゴシア様、門の方へ向かわれましたぞ。何年言ったらわかるんだ。これは売り物じゃねえ。是が非でも譲ってくれ。よし、舞い払う。これは私に伝わるカーフなんだ。私からご先祖様に語られちまう。毎日おめえの荷が道を塞いでんだよ。耐えかねることを耐えてこそ誠の忍耐じゃ。ひろき殿、愛子拙者は、あ、愛子殿はそのお顔が赤くなっておられますよ。今は先を急ぎましょう。おいしそうではございましたが。サバ、アサリ、スズキ、この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。三十郎様がかけてきたのに仰天してしまい、溝にはまってしまいまして。承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。かたじけのうございます。何を気にかけているんだい。こんなとこじゃ何も起きねえじゃねえか。それで困ってんのさ。商売上がったりだ。なんとか切り盛りしてるってどこさ。じゃあもう一杯おくれよ。少しでも足しになるんだよ。来なくて。はい、前回り。いいね。ありがてえ太平の世に一杯。間違いねえ。賊が森の中にいんのさ。ああ、そうさ。あの世の入り口も湖にあるな。いや、あいつらの寝床を見たのさ。俺たちが先にやらねえと、皆読み送りにされちまう。脅かすんじゃねえよ。よそ者がカモシカ狩りでもしに来たんだろうよ。早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。ここで何をしておる、ヌスッとどもが。ひろき殿、お急ぎよ。お許しくだされ。何も取ってはおりませぬ。拙者どもはただ。さっさと出て行け。ご師範様に言いつけるぞ。取れたての梅、今が売れ時じゃ。愛子殿に差し上げたいが、一文も持ち合わせておらぬ。こりゃ参ったな。よし、持って行きな。銭はいらねえよ。かたじけない。明日また買いに戻りまする。必ずや。Thank you.
また振られちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。おめえさんなら黄泉の国まで追いかけるって。イザナギがイザナミを追いかけたようによ。粋なこと言うじゃねえか。ところがあいつはイザナギさえも女房の醜く変わり果てた姿を見て逃げ出したって言いやがった。まあそれも間違っちゃいねえな。そんでオイラもどうせ同じだと言うのさ。まあうまくいかねえこともあるさ。四半時長く待つ者が制すものじゃ。ここは市場、道場じゃねえ。どうも、こちら長くなることはございません。今日はついてねえな。怪我はありませんか。いや、なんでもねえ。ただ口惜しいだけで。拙者は三十郎様を見つけなければなりませぬが、戻った際に必ず手助けを。ありがてえが、なんとかするさ。足が手を貸しますんで、お客人の世話が済んだらすぐそっちに向かいます。ありがてえ、ありがてえ。今のは何者かの叫び声でしょうか。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありません。お急ぎを。拙者から離れませぬよ。先生を見つければ。ヒロキ殿。やつらは村中におるよ。助けてやってくれ。誰か。待てれば。ヒロキ殿、皆を、私は父上を見つけます。いけません、危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ、この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に合わす顔がございませぬ。そして拙者は、拙者は、ヒロキ殿、お行きくだされ。案ずることはございません。
小僧、いかにしてわしを止める気だ。拙者は侍じゃ。役立たずのクズ野郎が。役立たずのクズ野郎が。どこに連れてった。お願いだ、見逃してくれ。そいつを楽にしてやる。願いでござりまする。お辞儀を。かたじけねえ、かたじけねえ。この向こう水な者の符は誰だ。しけ、手玉の。拙者は侍じゃ。ああ、そうかい。先生から鹿と手ほどきを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。武器を置いて逃げるんだな、小僧。逃げはせぬ。これは拙者の誓いし務めじゃ。ならば黄泉へ行け、愚かなわっぱが。黄泉送りにせえ。これを買いかぶりすぎじゃ。逃げでございます。まだ幼きわっぱでございます。こいつの命など何の価値もねえ。何でも持っていっておくんだぜ。ただこの子に手をかけるのだけはご勘弁を。誰も通せん。お逃げください。あなた様は守り神様の化身か何かでございますか。かたじけない、色木様。三十郎様をお探しなら戦国この前を駆け抜けていきなされました。誰もおらん。行くぞ。己を買いかぶりすぎじゃ。お前はここでしまいじゃ。すでに村の多くが燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。とどめてくださることを願う。拙者をお供させていただく。合言葉が無事であればよいが。船が。ああ、なんてこった。
ら百姓は何も持ってねえ。チリも積もればってやつよ。小銭も集めれば大層なようになるってもんだ。しっかり分け前をいただけるならの話だがな。心配ねえ。佐野の御事以来の極悪人だが、二言のないよ。切り裂け、己を解消しすぎじゃ。監視はいつ来てくれるんだよ。ケダモノ、ここに。もう閉じろ。勘抜きをせねば。そこの木を持ってこい。あよせい、まだ来るぞ。抑えろ、抑えろ。そこで止まれ。あわや切り殺されるところでした。サノブ、やり方どおりじゃ。こんなに違う。門は放っておけ。壁を登れ。これで最後じゃ。諦めない。退いておる。これは先生の行いか。社の中に何かあるはずだ。頭をかちまってる。やめろ。それだけだ。ここにおとどまりを。されど先生は、ご師範様はわしらを守るために刀を抜かれました。手柄のために命を投げ捨ててはいけませぬ。拙者は死を恐れませぬ。先生の助太刀をせれば。刀か。年派もいかぬ小僧の手に我が折々幼し、我が我が父を討ち取りし時よりも。参れ、刀さばきを見せてみよう。哀れな。
わっぱを切ろうとは武士の風上にも置けん。武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ賊名、恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。恐れの主とは我のことよ、じじ。困りました。たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし、愛子を頼んだぞ。父上。先生の名を汚すようなことはしません。武将、まだどのようなものかわからぬ。そしていかにあのような軍勢を集めたかも明白なるは、残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには血と灰だけが残りました。大官所の助けは間に合いませぬ。奴が上川村を取れば川を渡り、次はこの村。我が村よりもまず上川村の者どもを救わねばならん。まことにその通りでございます。あの村の定めは我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが戦議の中失礼いたします。されど何者かが門にて助けを求めておりまする。入れてやれ。鬼じゃ、奴らは鬼じゃ。いずこのお方か、何者にやられたのです。教えてくださる。亡者の目をした者たちがいずこからか急に現れ、奴らの大将はただただ見届けておった。奴らが、わしは上川村の者だ。何人かで林の中に逃げたが、鬼どもが追ってきよった。わしの家の者は。お悔やみ申します。誰か茶と米をこのお方に。今すぐに奴らを撃たねば。あの村の定めは我が村の定め。お行きくだされ。敵は姿を現しました。私は守りに備えます。ご武運をお祈りいたします。あなた様、先生の名を汚すようなことはしません。上川村の者どもでございます。
では、奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿。いざ、参る。生きておろうが死んでおろうが、拙者は上川村にたどり着かねばならぬ。橋は落とされた。ならば倒れろ、倒れろ。志と指導は山をも動かす。見張りなど取るに足りん。わしらも襲撃に加わるべきじゃ。まあいい。こっちだ。お前は早くしまえ。うわっ。うわっ。己の仲間どもは黄泉へ行った。己も死を望むのか。お前はわしの稲妻のごとき刃をかわせぬであろう。ならば見せてみよう。すぐ来るぞ。早くしろ。精一杯やっちゃう。橋は落とされておる。されど古い金堀のマブを通って次まで参ろうぞ。戦だと聞いて、案ずることはない。片付けない。若いお方、もし拙者の同志を見てはおらぬか。いいえ。されど捕らえた者どもを上川村へ連れて行くとこの鬼どもが話しておるのを耳にしました。ならば拙者はそこへ向かおう。どうか
ご無事で。ひどい雨で立ってたら病に倒れちまうぜ。酒に飲まれることへの罰。闇送りにせえ。ここで止まれ。この先は誰も通さん。拙者を通せ。ならず者。通さん。負け犬が。うん。女をすぐさま離せ。存じませぬが、まことにかたじけのうございます。あそこだ、あっちだ。人殺しだもめ、
先祖に顔向けをできるか。俺たち名物どもめ、クズ野郎どもめ、早く桶を持ってこい。持ってくれ、頼む。逃げろ逃げろ。これで最後だ。すでに切った。他の奴らが来る前にここから去るんじゃ。かたじけねえ、かたじけねえ。スタメン。ここまでだ。やったな。こっちに来い。
かわすわ。なんでみんな殺しちまわねえんだ。さだため様は、ま、己を借りまくりすぎだ。どい場じゃ。森光殿や他の者が生きておるならあそこにおるはずじゃ。やっと現れおったが、みんな待っておったぞ。俺が大将か、もしくはただの手下に過ぎぬか。我が君の名のもとに命を殺めることは誉れ高きこと。お前の次は一家、親しき者ども皆殺しで。なぜあがく、お前はもう何人も救うことはできぬ。己をここで討ち取れば案ずることはない。お前の苦しみを息をつけ、頭を引きちぎっちまいな。俺のような輩には情け無用。わしにとどめを刺すことよりも案ずべき大事があろう。何が言いたいのじゃ。お前
前がこうしておるうちに我が君はすでにお前の村に入っておる。お前が慕う者ども今や守ることもできわい。父上は黄泉への途につかれました。村は導く者を求めています。愛子殿がなるべきです。愛子殿は強く、村人も敬っております。天涯孤独となってしまいましたが、皆のために誠心誠意努める覚悟でございます。お一人ではありませぬ。先生にお誓いしたように私があなた様をお守りするとお誓い申し上げます。守っていただくよりもただそばにいてくだされ、それが私の願いでございます。かしこまりました。信殿、お武家様たちはどこにござらぬか。我らは何もかもかけて挑んだ。挑んだが数はいかほど。百は優に超える。我々は計られたのじゃ。拙者は手遅れじゃ。まだ助かる者に手を貸してやってくれ。愛子は無事でござるか。お許しを。愛子、愛子殿を見た者はおらぬか。もうやめとくれ。そう遠くまでは行けない。おい、一人も生かしておいてはいかん。分かっておるな。負けいこう。もぬけの殻だ。サム、臆せな者が。かかだも僕に逃げられねえじゃねえか。今だ。誰かいんのか。生き残りだ。やれ。命乞いするなら何をした。
足が、誰か助けてくれ。ワッパみたいにわめくんじゃねえ。おい、助けてくれ。助けてくれ、頼む。屋根が落ちてきて足を砕かれた。慈悲も与えぬ非道の輩が今それを超うのか。面目ねえ。わしはただ言いつけ通りにしただけだ。では身を切るたびに涙を流しておったのか。頼む、御所だ。剣先からでも暗図を射止める。お主の頭など造作なきこと。早よ行け侍。お主の誇りなど何の役にも立たぬ。不明者が。生かしておくなというお言いつけだ。もったいねえな。わしらが連れてくってのはいかがですかい。すぐ気づかれしまうぞ。さっさとやっちまえ。そうですかい。わしにやれるかの。馬に食わせる飯もねえんだ。もたもたしてんじゃねえ。ボロケルしてやる。ああああそう、落ち着け。もう大丈夫だ。であろうと。骨休めして出陣だ。何故とどまる。早く攻めねえと。
押し寄せてきちまう。疲れ果てた兵は親分の役に立たねえ。臆病者、今すぐ隣の村を攻め落とさねえ。首を落とせ。あっ、がっオランダ、みんな取られた、すべて。なんと救いようのねえ愚か者が。賊の手にかかるくらいならと自害したのであろう。守る者もおらぬ中、なすすべもなかったであろう。ああ、わしらを助けてくれ。あんたたち、まだあいつらはいるよ。あっちへ行きな。あんたら鬼は取れるものは全部取っただろう。おっか、誰だ。目をつぶってな。お兄ちゃん、待たれよ。奴らはお兄ちゃん、拙者をご存じないのか。おめえが誰だろうと知ったこっちゃねえ。うどか言ってくれ。さようでござるか。どうかご無事で。卑怯者どもは抗う者にも出くわさずやすやすと。死よ、命だけは。叩きつけろ。なんでだ。ドラえもん、血で染めろ。
わしを越えていくことはできる。お前の仲間は同じように己を信じておったが、一人残らず死んだ。わしを見てみろ。この槍を見よう。近寄ることもできぬわ。もう一発。殿、お許しを。やつらの計りごとにまんまとはまり、肝心な時に居合わすことができず。ヒロキ殿、おやめ、おやめなさ。先には死が待つのみじ。ならば死と出会うまで。これは単なる襲撃ではない。恐れゆえのさらなる恐れを煽るがための所業。馴染みの顔ばかりじゃ、皆よく存じておる。まだ息があるやつがおる。武士を持っておる。生きておられたか。
ようなことが。負うたことがあるの。この手でその傷を負わせ、己が生き絶えたのを見届けたはずじゃ。この村は我を墓に留め置きたくないようだの。あの女が最後まで呼んでおったのはお前の中。我がその苦しみを終わらせてやるまでな。未だわっぱのようだ。賊を討ち取ったとて、ただ虚しさが残るだけ。したいしもの、我が家、我が務め、すべては風に流され、消えゆくだけ。本懐を失いし、今、新たな道を探さねばならぬ。闇に待ち受ける者、いかなる者としても、向かわねば。愛子、許してくれ。拙者が近いし通り、そなたのそばを離れずにおれば。ことはございませぬ。あなた様はすべきことを全うされただけのこと。これよりお一人になられますが、辛抱すれば良いこともござります。私はあなた様をいつまでもお待ちいたします。またお会いいたしましょう。お慕いしお方。
案ずることはございません。傷は不幸ございますが、私がついております。賊どもは逃げました。大事はございません。ひとまずは皆が待っておりますので、まだまだすべきことがございます。愛子、そなたなしには皆何もできぬ。拙者もしかり。私もでございます。我々はどちらかが欠けてもいけませぬ。アイコ、生きておったか。アイコ、待て。アイコ、まことにそなたであるか。アイコ、どこへ行く。身に覚えのない地なれど、どこか気懐かしくある。女がここを通ってはおらぬか。あるいは通ったやもしれぬ。はっきりと申しくだされ。見たのであるか。この先じゃ。されど心してまいる。ここは汚れたち、恐ろしい病に侵されておる。かたじけない。承知いたした。汚らわせ。はあだ。いや、言うのだ。馴染みのない顔。気安く振る舞うでない人殺しか。
思い違いでござろう。拙者は切られるべきものにのみ刀を抜いたまでじゃ。そのようなたわごとをよくも軽々とは。誇りはないのか、鬼め。待て、くさばれ。橋は崩れにかかる。役立たずの見切れ目、頭を下げや。ひれ伏せと言ったのじゃ。わしに屈せや。先だけでは止められない。刀を抜くなかれ。拙者も武士道を志す者。ほらを吹くな。お前は罪なき者どもの血を浴びておる。拙者が多くの者を黄泉に送ったは事実。されど罪なき者は一人もおらぬ。頼む、今誰も死ぬことはない。拙者は皆が村で斬られるのを見た。それでもお主は和平を口にするか。誇りなき化け物め。この者どもは拙者を村を荒らした悪党どもと思い違いと。拙者が相手した輩であろう。
武士だと？ここに？拙者には下せぬ。いかにしてこのような。分かっておる。わしらも皆道をなくした。なんと、村一つ失われたとでも申すのか。そうかもしれぬ。もしくはただの幻想か。そなたの言葉は道理にかなわぬ。頼む。何が起きたのじゃ。進むのじゃ、武士よ。望みを捨てるでない。拙者の言い分は聞いてもらえぬだろうが、お主を傷つけるつもりは毛頭ござらん。一度は図られた身、二度はない賊よ。頼む。拙者もお主と同様に嘆いておる。敵は同じである。共に力を合わせようぞ。化け物、貴様は全てを奪った。拙者のうち同志、誇りまでも。お主は思い違えて。今よく分かった。貴様の忍びが拙者の思いに幕を引く。あのバカ、ほった拙者は前へ進まねばならぬ。はっ。何があろうとも。アイコ、どこへ行く。落ちる。お前は落ちる。この湖は泳ぐには深く冷たい。わら神のようにおろそかないかだであるのはこと足りよう。殿、されどお主が斬られたのを上川村で見たはず。そなたが生きておると知っておれば。お主、我らを見捨てよって我らを朽ち果てさせたのじゃ。拙者はまやかされたのじゃ。多くの者が亡くなった。お主が名誉ばかりを欲したからじゃ。そうではない。拙者は奴を止めようと。お主は誓いを破ったのじゃ。森
頼光殿、一体何が起きたのじゃ。この汚れた血はお主に何をしたというのじゃ。お願いだ、そいつを入れんだくれ。とっさげ塞ぐだけでも。何じゃ、何者だ。えっ、すべて食っちまった。腹が減りすぎておったんじゃ。ではお主もこの地のものだ。わしのようにここにおるすべてのもののように。少し高く登れば。ああ、月に淡い光が差しておる。わしらからこれより何を取るというか、もう十分なくしておる。何のことじゃ。橋だ。もはやわしらは帰ることはできぬ。拙者の重みにも耐えられぬなら
そなたの重みにも耐えられまい。他に戻る道はないのか。道などない、道などない。頼む、戻ってくれ。アイコ、待て。待つのじゃ。アイコ、待て。何をしたのじゃ。どうか許しておくれ。ご自分を責めることなどございませぬ。あなた様は静寂をお持ちくださいました。私はそれまではおののくことしかできずにおりました。私は黄泉の者となり申した。しかと受け入れたのです。拙者は遅すぎたのじゃ。そなたをあのような鬼の手にかけさせてしまおうとは。されど拙者もここにおる。そなたのそばで静寂と共に。私もそうしていたく存じます。されど叶いませぬ。今しばしあの人殺しは今も生きております。カゲロウを止めなければさらなる命が奪われることでしょう。黄泉の深みがあなた様を呼んでおられます。そこで斧が道をお選びくだされ。することはない。拙者はそなたのそばにおる。今はここではできませぬ。より深き闇へ下り待ち受ける者と向かい合わねばなりませぬ。それでそなたを取り戻せるならどのような闇でも立ち向かおうぞ。後ほど
お会いいたしましょう。さようにされど、あなた様のお心は別の地に導くやもしれませぬ。そなたにもう一度会うことは叶うか。一度だけ、もしくは永遠に。ここが黄泉か。死者の地、闇の世。何か道があるに違いない。この妙な印、動くようだ。何か刻まれておるようじゃ。顔は覚えておる。賊よ、拙者が最初に切ったものだ。これで拙者をおののかせたつもりならば、そうではないと知れ。役立たずのクズ野郎が。何故拙者は上川村へ向かったのだ。何故愛子のそばにとどまらなかったのだ。固く誓いを立てておきながら。貴様はひどきである。拙者を存じておるのか。
精霊よ。貴様がしてきたことは我らすべて心得ておる。拙者は図られたのじゃ。見通す術などなかった。そう己に言い聞かせるのか。多くの魂があまりにも早く流されてきた。貴様のせいでな。貴様はいかにしてこれを償うつもりか。償いの術などない、それは承知しておる。されど再び愛子のもとへ戻らねばならん。一人にはしておけ。あの女は苦しむ。貴様のじゃ。ならば参れ。お主の技を見せてみよ。遅い、遅すぎる。引き当てろ。できるのか。いずこへ参るのか。どう黄泉に舞い戻るのでなくば。黄泉はまやかしを見せ、この中に通ってはならぬ。我らに終わりなどない。もののふよ、切らねばならぬものをすべて切るだけのこと。またあの印じゃ。時とは揺られる足なり。
拙者がとどまり皆を守っておれば、格のごときことにはならずに済んだものを。愛子がこのすさんだ地に来ることもなかった。以上いかなる悪しき夢を見せようというのか。
この先へ向かうは身の毛もよだつ思いじゃ。されどここで身を引けば我に背くも同じ。お前は妻を死なせた。お前は皆を死なせた。わしとただ戯れるためにね。またもお前か、飼い犬が。嘘偽りばかり申す者。お前を撃ったことに悔いはない、この鬼め。ここでは皆お前の鬼だ、小僧。お前も死の喜びじゃ。戻すことはできぬ。お前のしくじりを改めることもできぬ。黄泉に送られたものすべてが通る道か、はたまた拙者の身に課せられた試練か。苦しめ、黄泉に送られたものすべてが通る道か、はたまた拙者の身に課せられた試練か。
愛子に会うのじゃ。会わねばならぬ。向かって見せようぞ。
先生の教え通り、斧が選ぶべき道を見抜くのじゃ。それこそが絶望に耐える術。抜ける道か、もしくは深く悪しき夢へ踏み入る道か。奴らを見捨ておって見殺しにしおったな。拙者は図られたのです。もし心得ておれば。不意のじゃ。許しくださいませ。アイコもこの地に不覚にもお守りできず。お主を責めるつもりはない。されど死をもって己が義から解かれるものではない。悪しき陽炎は数え切れぬ者の命を奪い続けるであろう。それは造作もなきことでございます。妻は拙者を待っておりまする。拙者は妻のそばに戻る道を見つけなくてはなりません。わしも愛子を一人にはしておきとうない。だがお主がこうも早くに契りを断つとは。行くがよい。最後の試練が待ち構えていよう。知るのじゃ。武士道というは死ぬことと見つけたり。我がこの地におるのはそれゆえか。Oh!
び読みを忘れ去ったアリシヒへと我を誘う。では守ると誓った者どもを見捨てるのじゃな。もう遅い、皆カゲロウに斬られてしもた。では他の者もまた死ぬ。なるまい。
前に進むことができようぞ。過去に切った者どもの顔をしておる。この者どもは手に入らぬ亡霊を探しておる。美しさよ、核のごとき浅ましき地にありても。先へ向かうは身の毛もよだつ思いじゃ。わらわ遊びはしまいじゃ。去る時が来た。黄泉が許すならばじゃ。
早道などありえぬ。誓いに忠誠であるならば。虫に食われた木のごとく、この地は崩れゆく。失ったものの幻、さらなる欺き、まやかしじゃ。このローグが皆無駄足ならば、もしや我が愛子に会えぬようなことがあるならば、己が身の身を案じおって。誰が終わりを迎えようとしても、いよいよこの腐った騎士を捨て、なすべきことをなすのじゃ。お前が志を貫く先にあるのは忘却じゃ。私は見飽きた。Thank you.
黄泉の幻は見飽きた。黄泉こそお主の幻に飽きておる。お主は己の真の姿を受け止めねばならぬ。我はあのようなものではない。ならば我らは何じゃ、ヒロキよ。何者なのじゃ。我らは別れ欠けておる。それゆえに我らはあの輩に二度も敗れたのじゃ。我らはカゲロウにとって驚くべきものではなかった。愛がお主を縛り、義がお主を縛り、憎悪がお主を縛る。一つ一つが相反する者同士、和を保つには未だかなわぬ思いを遂げ、まことにお主を導く者を知ることじゃ。拙者が選ぶは愛子のみ。いかなる時も我が妻と共に。お許しください先生。我が務めは他の者に。黄泉からは一度のみ回帰が許される。再びこの地に戻るとき、永遠に後となる。行くのじゃ。今なお燃え続けておる。我らはまたすぐ共になろうぞ、アリコ。すぐにじゃ。誰かおるのか？命乞いするな。大変に無勢じゃ。他の奴らよりできるぞ。もう少しで目ん玉くり抜かれるところだったぜ。奴が武器を持ってな。
逃げるなら今のうちじゃ切り刻んでやる。それの地声する。まだ息が上がっているぞ。長くは…逃げる。どうだろう。役立たずのクズ野郎。お頭には近づけぬ。拙者が何を超えてきたか分かるまい。お前はここ…誰がおるぞ。助けが来たんじゃ。やっと…静かにせ。さあ、仲間かもしれん。ヒロキ様じゃ。神様、仏様、奇跡じゃ。わしらは見捨てられたと思うとりました。決してありえぬ。頭をかち割ってる。こいつら百姓は何も持ってねえ。失せろ、ウスが。読み送りにして。猫にもからわんな。これで最後だ。炎が大きすぎる。他に道があるに違いない。
誰もおらん。それを見えるなら今のうちじゃ。おのれを買い方にすぎやろ。弱者め。カゲロウは滅びる。旅に出ておったようだな。新たな決意に満ちておる。何を学んだつもりか知らぬが、足りぬわ。ただわしはお前をまた撃つだけのこと。アイコのためなら何千回でも死んでやろう。死にでしまいよ。諦めろ。我が命は果たしたか。アイコが待っておる。トアが待っておる。それがお前の読みの深みでの決断か。さぞ苦しんだであろう。己を責めながら我はためらいなどせぬ。ただ奪ったのだ。アイコが我を黄泉へと呼んでおる。己は所詮
ただの下降の像だ。世に忘れ去られ己の生涯積み上げた欲の果てにもはや何も残っていない。Thank you.
真の調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし、止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度、始めからだ。はい、先生。上川村の者どもでございます。奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿、いざ参る。あれは犬か。生きておろうが死んでおろうが、拙者は上川村にたどり着かねばならない。橋は落とされた。ならば倒れろ。倒れろ。志と指導は山をも動かす。どう？川の見張りなど取るに足りん。わしらも襲撃に加わるべきじゃ。もらってやる。己の仲間どもは黄泉へ行った。己も死を望むのか。お前はわしの稲妻のごとき刃をかわせぬであろう。ならば見せてみよう。猫にもかなわんな。橋は落とされておる。されど古い金堀のマブを通って次まで参ろうぞ。
戦だとき…この犬が猫にも…もう案ずることはない。片付けない。若いお方、もし拙者の同志を見てはおらぬか。いいえ、されど捕らえた者どもを上川村へ連れて行くとこの鬼どもが話しておるのを耳にしました。ならば拙者はそこへ向かおう。どうかご無事で。ひどい雨で立ってたら病に倒れちまった。これで最後じゃ。ここで止まれ。この先は誰も通さん。拙者を通せ。ならず者、通さん。逃げるなら今のうちじゃ。女をすぐさま離せ。血を兵士を受けやる。じゃあこの男を知られ足をへし折ってやる。何もかも取られたし、何もかも貴様の怒りのようじゃ。よくも兄貴をやりやがったな、クゼロ。どこのお方か存じませぬが、まことに堅実。中にまだ誰かおるぞ。水を飲んでくれ。クズ野郎どもめ、早く桶を持ってこい。Thank you.
助けよう。うちの中に奴がおるんじゃ。にも死ね。すでに切った。他の奴らが来る前にここから去るのじゃ。かたじけねえ、かたじけねえ。諦めないでるが、猫にも関わるな。この犬が貫く心の像がもう一つあったか。ここまでだ。なんでみんな殺しちまわねえんだ。さだため様は切り刻んでやる、切り刻んでやる。
どい場じゃ。森光殿や他の者が生きておるならあそこにおるはずじゃ。やっと現れおったか。皆待っておったぞ。俺が大将か、もしくはただの手下に過ぎぬか。我が君の名のもとに命を殺めることは誉れ高きこと。お前の次は一家、親しき者ども皆殺しで。なぜあがく、お前はもう何人も救うことはできぬ。己をここで討ち取れば。お前はここでしまいじゃ。お前がこうしておるうちに我が君はすでにお前の村に入っておる。お前が従う者とも今や守ることができ。